いや、即懲罰棒じゃないだけでも優しい方だわ、こんな3回も捕まって振りほどいたからな。おい、余計なことすんじゃねえよ。何がご苦労さんだ、マジでご苦労さん、やかましいわ久々に笑わせてもらったよここじゃ面白いことなんてめったにないからな。頼んだこと分かったんやろな。ああ、134番。これが釘原が使ってるのみの管理番号だ。これがドンピシャだったらいいんだけどね。釘原で確定ってことになるんだけどね。大島のおっちゃんが盗んでくれてるはずなんだけど、どうかな。これで凶器ののみが手に入れば、晴れてババア無実が証明か。ああ、世話になったな。そうそう、これがおまけだ。新聞の契約に洗剤がつくようにな。おまけ、傷薬。サービスええんやな。あ、ってことはこの後戦闘とかあるな。回復アイテムでしょ、要するに。それが商売成功の秘訣さ。またのご利用をお待ちしているよ。うん、体力回復アイテムなんて、お、戦闘でもないとね、必要ないもんね。どうやった？さあ、どうだった？俺にかかればこんな山、へでもねえよ。マジかよ、大泥棒。ほんなら、ああ、バッチリだ。さすが背広の平八だ。あんま大声で言うな、そういうこと。バカ、でかい声出すな。すんません。刑事のくせに。日村。お前本当に元刑事なのか俺の言うこととシンクロしすぎてる。いや、これでも署では切れ者で通ってたんですがね。本当か？で、のみは誰のもんだったんですか？まあ、切れる一面は見せてもらったけど。予想通り。本当？あいつのだったよ。134番？134番。おい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 、あの釘原の番。ドンピシャじゃねえか。ああ、早速この件を高坂に。うん、待ってくれ。いや、でもどうした？大阪になんて言うの？のみ盗んだなんて言えないでしょ。え？お、そんな怖え面してどうした？いや、おった。なんでババに手出した？お前の標的は俺だ。いきなり直接話しに行った。何言ってんのかさっぱりわかんねえな。手出されたのはこっちの方だろうな。かわいそうに。大和田の野郎、あれじゃ足に後遺症残るぜ。いや、なんか演技がすごいな。冒険のもいい加減にせえ。釘原の。おいおい、勘弁してくれよ。まさかあんたもババと同じで俺らを誘ってんじゃねえだろうな。まあ、もっとひどい目に合わせる予定はあるけど。ババが大和田を刺したっちゅうこののみ、お前のんやろ。木工の作業所からお前の道具だけ綺麗になくなっとったわ。ババを脅して無理やり連れ出したいうことも分かっとる。さあ、観念して白状したらどうや。ここで詰め寄ってもしょうがないよな。あんなクズ一人助けたところで何になるって言うんだ。お前の仮釈が早くなるわけでもあるまいに。そないなん関係ない。今すぐ一緒に刑務官とこ行って決着つけたるよ。どうだろう、取り合ってくれるかな。刑務官は、ババちゃんは仮釈放が決まってたんだ。それをお前が台無しにしたんだ。あいつもおとなしく言うことを聞いてればこんな目に遭わずに済んだってのに。あ、生意気に反抗するからこんなことになるんだ。なんだ、どういうことや。なんか取引しようとしたのか。元は言ったんだよ。取引っていうか命令か。冴島が懲罰房から帰ってきたら、うわ、寝首をかけてな。なんやと。ただでってわけじゃねえ。ちゃんと表に出てからの仕事も斡旋してやるって言ったんだ。そんなことしたら表出れねえだろ。あいつそもそも組に捨てられて仮釈放をひよってたんだよ。うわ、情報知ってんな。だがあいつは断った。人が親切に仕事世話してやるって言ったのによ。だから呼び出してお仕置きしてやったのさ。仮釈取り消しのお仕置きをよ。今この場でぶん殴るわけにもいかんしな。あん時本当は何が起こってたのかをな。お、教えてくれんの。はじめにあの場所で俺の部下たちが喧嘩してた。もちろん俺の指示だ。足にのみ刺して怪我もさせてな。うわ、そのために怪我したのか。のあいつかわいそうに。俺は喧嘩の仲裁に入るふりをして手に持っていたのみを馬場に渡した。あいつはよく考えもせずにそれを受け取ってくれたよ。
あとはお前も知ってる通り。その後お前どこに隠れたんだよ。今のを聞いてくれてたりしないかな、この会話を。おこの視点はなんだ、ドローンか。お前クズの中でも最低のクズや。クズに最高も最低もねえだろうがよ。所詮あいつも人殺し、ここにいる全員クズなんだよ。俺もお前もな。うわやった、この人。兄貴、佐江島、お前これまずいのでは。スカッとはしたけど。立てや。あ、これもしかして喧嘩になる？やっと手出したな、このサイコハゲと。あよ立て言うとんのや。望み通り、いくらでも相手したる。何万回殴られてもやり返さなかったくせに、あんなバカ一人に手出されただけで切れやがって。あ、これが狙いだったのか。お前に切れとるんやない。俺は自分に怒っとんのや。なんだと。俺は自分のことしか考えとらんかった。はよここから出なあかん、それしか頭になかった。せやからお前らに好き放題させてしもたんや。目の前におる殴りたいやつも殴られへん。それで何が極道じゃ、はあ、何が若頭じゃ。うおぉ、脱いだ。ここで寒いでしょう、アバシリは。兄弟や思える男、見捨てていけるほど俺は人間できてへん。おぉ、兄弟ときたか。きっちり弟の痛み、体で味わうてもらうで。最初は名前忘れてたのにな。いやー、かっこいいなー。やれるもんならやってもらおうじゃねえか。久々の喧嘩、楽しませてもらうぜ。おお、この場でボコれるんだな、このサイコハゲ。よっしゃ、ぶち殺してやるよ。楽しもうぜ。でもこれ、この後が心配でならないんだけど。お、なんか落ちてる。傷薬、まあ回復アイテム限られてるんだよな。待って、周りの取り巻きをまずやっちゃいたいな。お前は倒れてるわ。あ、いける。これ好きなんだよ、このヒートアクション、このラリアット。技が豪快すぎる。キルーさんも豪快だけど、その上を行くからね。いやー、かっこいいね、サイジバのファイトスタイルは。おらー、これでこいつだけかな。あとは、あ、くっそ、気持ちよくヒートアクションで終わらせたいけど、今ゲージが溜まってないな。無理か、ヒートアクションで締めんのは。あ、でもあのゲージ溜まってる。こっち、そう、こっちのヒートアクション、もうこちらやつの極み。何それ、これ初めて見るな。え、ちょっと世界観変わってねえか。なんじゃその衝撃感、極みじゃねえよ。この人、キリュウさんより人間やめてんじゃねえの。いや、衝撃波はおかしい。やっとボコれたな、こいつ。何がおもろい。この勝負、俺の勝ちだ。まあ、そう思われてもしょうがないよな。全囚人が見ているこの状況、言い逃れはできねえぜ。てこずったが、これで俺の目的は達成できたってことだ。目的？あ、西島を刑務所から出さないのが目的だったのか。俺があんたにちょっかい出してた本当の目的を教えてやろうか。こいつヤクザか。西島への復讐じゃないのか。復讐なんかじゃねえ、俺の目的はな、西島大河、あんたの刑期を伸ばすことだったんだよ。登場界と敵対するどこかの。あんたをぶっ殺すつもりなら初めっからそうしてる。俺はずっとあんたが手出してくるの待ってたんだ。これであんたもめでたく模範囚から脱落。
仮釈放も絶望的ってわけだ。いや、副署長は分かってくれるんじゃないのかな。そんなことのためにババ巻き込んだんか。俺とお前はシャバで因縁があったわけちゃう。俺のケーキ伸ばしてお前に一体何の得があるっちゅうんや。得とかそういう問題じゃねえんだよ。え、俺はただ上から命令されただけなんだからな。近江連合か。何やと。一体誰の差し金。襟どうやって掴んでんだ。またお前たちか。お、はい、来た。これ大丈夫かな。ここどうにかなる。この状況、副署長さん聞いてくれ。こいつの方から手出してきやがったんだ。そうなのか。はい。うわー、嘘つけねえ男だよ。これで仮釈放はなしだ。あと1年俺らと仲良くやろうぜ、冴島の旦那。お前は黙ってろ。全員連行だ。怪我している者は先に手当て。はっ。でもこれは見てる人たちの証言とかでさ、なんか分かってくれてたりせんかな。急。セブ、じゃあします。第2章、決意の道。いや、周りの受刑者たちもさ、あのスカッとする喧嘩を見て、なんかいい感じの証言。懲罰貿易やないんか。ん？副署長さん、懲罰貿易やない。なぜ手を出した。なぜ手を出したと聞いているんだ。おかしなこと聞くんやな。こないだはなんで手出さへんのか聞いてきたばっかりやないか。これは、うん、ん？お前の仮釈放申請書だ。え？数日前から私が進めていた。おい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 。なんで？あんた組の人間は表出さんって言うてたやないか。あの時グーの音も出なかったのに、裏社会に戻ろうとしてるって言われて。その通りだっつって。一週間前に署長宛に届けられたハガキだ。ハガキ？なんか今堂島大吾って書いてなかった？登場会がお前を破門するという旨が書かれた破門状だ。刑務所は更生施設。罪を犯した人間を更生させるのが本来の目的だ、うん、罪に対して十分な更生を態度で示した服役囚には刑期の軽減措置が図られる。仮釈放もその一つだ。もしかして冴島を早く出すために。通常服役囚が極道関係者の場合、更生を示す最も有効な手立てが組を辞めるということ、うん、つまり今回のケースもそれにあたる。自分の意思で辞めたわけじゃねえけどな。いいの？お前、ここを出たら登場会の若頭を襲名する予定だったんだろう。うん。2年前、お前がここに移送されてくる際、警察関係者から申し送りがあった。そのことが他の囚人にバレないよう配慮してくれとな。傷害罪で3年。お前ほどの大物がこの手の軽微な罪状で服役する場合の理由は2つだ、うん、敵対する第三者にはめられたりなどして現場不在を余儀なくされた場合、もしくは逆に自ら身を洗い組織の万全を期すため。こっちだね、冴島は。釘原に暴行を受けても手を出さなかったのは身を洗い一刻も早く組織に戻るためだよな。もう波紋の見え関係ない。今回のことは不問に付す。組を辞めたお前がもうここで無駄に苦しむ必要もないだ。話の分かる人すぎねえか、この人。どうした、泣いてるのか。いや、そういう策略かもしんないじゃん。大吾って書いてあったもん。あいつそこまで先を読むやつだろ。アホらしい。気持ちはわかる。ここで過ごした日々が無駄になってしまったんだからな。だがそんなんじゃう。俺はつくづく自分が情けない。え？
どこに行く？おい高坂、仮釈放の件辞退させてもらいます。おいおいおい、どうしたお前。なんだと。破門されて初めて分かった。俺はヤクザを続けたかったんやない。ただ自分が信じた奴らと一緒に降りたかっただけなんや。もともとどの組織におるとか若頭になるとかどうでもええんや。今はちゃんと罪償ってここ出られりゃそんだけでええ。いや、兄弟は待ってるぞ。冴島、真島さんは。ていうか時期的に真島五郎死亡のニュースってそろそろ流れるんじゃないの？2012年12月でしょ、これ。あの時の桐生さんと同じ。これどうなんの？破門されたし、仮釈断ったし。その様子やと濡れ衣無事晴れたよ、ね。あ、まあでもババちゃん本当にやったんじゃなくてよかったわ。よかったよかった。本当にありがとうございました。いや、それはとりあえず嬉しいね。俺、本当になんて言ったらいいか。礼はええ。それより仮釈放の方はどうなったんや。認められました。副署長が通してくれたようです。そうか。ああ、副署長。それにしてもあいつ話わかるやつだな。入ってきたな。あれだけの騒ぎを起こして懲罰貿易じゃなかったのか。俺も不問にされたんや、あの高坂いう男にね。高坂が？ババちゃんの件といい、冴島さんの件といい、いつからあいつそんなに寛大になったんですか？いや、厳正なだけだよ。波紋？それってまさか、あんた、組を追われたってことじゃ。そのまさかや。兄貴、波紋って。間違いなく何か考えがあるん。その何があったんですだろうけど、ね、理由はわからん。うん。けど破門されたこと自体はどうでもええ。それより、それよりなんだ。嫌な予感がするんや。え？配達でーす。漠然とした。はい。あ、もしかして、書いてある。え？これ。やっぱ辞退しない方が良かったって、仮釈。これって冴島さんがいた組のことですよね。広域指定暴力団東上会最高幹部。東上会最高幹部真島五郎氏死亡って。兄貴、これこんな新聞にでかく出るもんなんだな。本当に大物なんだな、東上会幹部って肩書き。こういうことやったんか。まさかあんたの波紋ってのもこの事件が関係してるのか。これでようやく桐生さんと時を同じくしたね。嘘や。どうすんの。この犬断るわけない。あ、これで高坂にもう一回頼むのかな、仮釈。いや、俺も信じてないよ。俺も同じ気持ちだよ。死ぬわけねえんだから。冴島さん、こんな時間に何を騒いでいる。余暇時間中とはいえ静粛に。これ以上騒げば減点対象。こんな中まで入ってくることないだろ。すみません。外から声かければ済むだろ。ん、どうしました。はい、先日お前らが行った刑務作業の件で話がある。二人とも棒から出ろ。ん、わかりました。冴島、お前もだ。早く立て。兄貴、ちゃんババと一緒に。なんだ、高坂からの呼び出しだったりせん。呼び出したのはあんた。あ、やっぱり副署長。その通りだった。嘘の理由まで作って来ないな場所を呼び出して、一体何の話。副署長室では第三者に話が聞かれる可能性もあるからな。安全のためだ。我慢してくれ。どういうことです。説明してください。冴島にもう一回仮釈放を促すの。冴島の仮釈放申請が
却下された。え？え？却下ってどうして？却下。私にもわからない。もっと上にってことだよな。通常、仮釈放の申請は、施設のある地方公正保護委員会が審理し決定されるものだ。へえ、そういうもんなんだ。今回はさらにその上、おお、法務省から直接圧力がかかる。上ですね、それは。法務省って。話が急にでかくなった。佐江島は全国の警察関係者もマークする裏社会の大物だ。東条会ほどの大組織の最高幹部が仮釈放されるとあれば、法務省が口出ししてくることも考えられる。そうなんだ。話言うんはそれだけか。ん？さっきも言うたはずや。俺は仮釈放を申請するつもりはない。いや、出た方がいいって、真島五郎の安否を。それにババちゃんのこのことに何の関係もないはずや。俺はすぐにでも調べなあかんことがあるんや。それ調べるんだったら外出る。真島五郎のことだな。お。真島って、確かさっき新聞に載ってた人の名前。真島五郎、東条会射程頭、直系真島組組長、構成員数千人を超える組内最大の勢力真島組の組長であり、佐江島大河の唯一無二の兄弟。いやいやいや、よく知ってんな。そうだったな。知りすぎてない？え？じゃあ、あの殺された人っていうのは、兄貴の親友。網走の刑務官にしては。 そしてその真島を殺したと目されているのが、札幌北方組の組長。え、北方泰造だ。この辺にいんの？北方組殺したってやつ。警察関係者の話によれば、死んだとは思ってないけど、真島は東条会会長の命を受け、北方組を傘下に収めるべく札幌へとやってきていたらしい。そして組長の北方との会合中に撃たれて死んだそうだ。こんなん絶対外出なきゃダメじゃん、佐江島。どうしてお前がここに呼ばれたのかわかるな、ババ。あ、そこにいたのか、はい。なんなんや、ちゃんババ。北方組は、うん、前に俺がいた組です。なんやて。場所を移した方が良さそうだ。そうだな、資材置き場で待っててくれ。私もすぐに向かう。なんで副所長が一緒にいるのを見られるのは避けたい。いや、なんでそんな話してくれんの。この隙に何するかわからへんぞ。お前も話の続きを聞きたいだろう。冗談に付き合っている暇はない。いいな。わかった。あの、兄貴。ババちゃん、今は副所長の言うこと聞いとこう。話はそれから。そうだな、はい。まずは一通り聞かないと何も判断できないな、今は。え、これ。ああ、ちゃんババついてくるんだ。じゃあ一応セーブはしたけど、この先が想像つかなすぎるな、いくらなんでも。待ってください。あ、はい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 。待ってくださいじゃねえよ、そんなに距離空いてねえだろ。待たせたな。この話をして二人に何をさせたいの。で、さっきの話やが、高坂はババちゃんが真島をやったっちゅう北方組の人間やっちゅうのはほんまか。ええ、そうです。でも高坂さん、俺が北方組の人間だったとして、シャバの事件とは関係が。うん、捨てられた存在だしな。そんなことは分かっている。私が気にしているのはお前らの身の安全だ。安全？安全って一体どういうことですか。刑務所ほど安全な場所もないでしょ。どうも引っかかるんだ。今回の一件、あらかじめ全てが仕組まれていたことのように感じる。どういうこと。半年前に集団で入所してきた、あの栗原のグループ、それと共に始まった佐江島への暴行、うん、連中の目的はお前の刑期延長だった。そうだったね。そこに来て波紋の話、仮釈放の手続きを私が進めた途端、栗原たちは手口を変え、馬場を罠にはめることで佐江島の仮釈放が取り消されるよう仕組んできた。うん、手際が良すぎる。なぜそこまでしてお前の刑期を延長する必要がある。佐江島の兄貴に復讐させないためですか。ああ、その可能性はある。もしかしたら栗原たちは
事前に真島が殺されるということを知らされていて、佐江島がここから出て北方組に復讐できないよう足止め役として送り込まれた人間なのかもしれない。なるほど。確かに北方組は大きな組です。そうなんだ。でも囚人を送り込めたとしても法務省に圧力をかけるような力があるとはとても。ああそうだ、もし法務省に手を回すことができるとすれば、そんな組織は2つしか存在しない。東上会と近江連合。1つは関西の近江連合、それにもう1つは。そうか、つまり釘原たちは東上会の息がかかった連中ちゅうことか。え、ちょっと、ああ、もしこの推測がでかくなりすぎてる話が、話の規模からしてそう考えるのが妥当だろうな。ちょっと何言ってるんですか。なんで東上会が身内の人間にそんなことをする必要があるんですか。いや都合悪いんでしょ、裏切り者がおるちゅうで。西島が東上会戻ってきたら裏切り。佐江島は2年前この刑務所に入るとき、刑期を終えたら東上会の若頭に就任する予定になっていたんだ。うん、その椅子を狙ってるやつってことだよな。若頭、とにかく東上会はどうにかして東上会の若頭って佐江島の力を封じ込める必要があったんだろう。とんでもない大物だよな、ま、それでも、うん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 。しかしただ破門しただけでは逆に刑期短縮、仮釈放が許可される可能性が高まる。うん、高坂がそうしてたしね。だから法務省にまで手を回し、今度は仮釈放の申請を却下した。この網走に佐江島大河という力を封じ込めるためにな。おそらくそういうことだろう。この人持っていけ。有能すぎねえか。これはえ？さっき言った運動場の一番奥、南西の門。その裏にスノーモービルが止めてある。その鍵だ。この人脱獄させようとしてる？佐江島を。どういうこと？急にどうした？脱獄しろ。ここから。マジか。なんや。どうしたどうしたどうした。どうしたの？本当に本当にどうしたの？ついさっきうちの所長が死んだ。え？死因は調査中だが他殺の線が濃厚なようだ。はあ。なんで所長が？所長は佐江島の仮釈放が却下された理由を聞くため東京に向かう途中だった。それを殺すのはちょっと。空港でタクシーから降りたところ何者かに襲撃されたらしい。気が短すぎない？それだけじゃない。今日の午後には新たに100名近くの服役囚が移送されてくる。ほう、通常では考えられない数字。それは息かかってますね。何かの目的があって移送されてきた人間に違いない。ヤクザってそんなことできんの？できすぎでしょ。それって兄貴を殺すための資格ってことじゃ。事態は我々が考えるより大きくなっているんだ。よっぽど佐江島がいると。確実に佐江島。都合悪いんだね。それにこの件に関わった馬場も殺されることになるだろう、はあ、そうなる前に何としてもこの危機を回避しなくてはならない。せやけどこないなこと許したらあんたの身も、うん、この人もだいぶ危険なことしてるよな。覚悟の上だ。おい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 、私は職を辞すことに後悔はない。それよりもこの刑務所が更生を促すための施設であり続けることの方が重要だ。なんだこいつ。高坂、刑務官の鏡。佐江島さん、それに馬場さん、もうあなた方は囚人ではありません。マジかこの人。あなたたちは十分に罪を償った。こんなに株上がっていいの？これ以上私がここであなたたちに更生を促す必要はない。ここから出て本当の敵、所長を葬った真の敵を見つけてください。深夜同房の囚人が眠ったのを確認したら、え、棒を出てください。あいつらに別れも告げずに鍵は開けさせておきます。出なきゃいけないの？所内を出たらそのままグラウンドを突っ切って南西門から脱出してください。その時間なら釘原たち他の囚人たちの妨害にも合わないで済むでしょう。いやそう簡単に行くかな。わかった。わかったの？最後にマジか、一つだけ約束してください。何や。もし犯人を見つけることができたらその時は決して殺さず必ずその男を生かして刑務所に送ってやってください。そこから先は私たちの仕事ですから。こんなに株上がっていいの？約束する。今後会わないかもしれないキャラクターが。
今までのどのキャラより株上がってる。なんだこいつ。で、大阪さん、何だったんです？副所長の話って。いや、トランプしてる場合じゃねえよ。大した話じゃなかったですよ。仮釈放の申請を改めてするって話。この二人に黙っててるの、ね、兄貴。ああ、できないでしょそういうの。冴島、そっか、二人揃って仮釈放か。寂しくなるな。で、冴島さん、ここ出たらどこ行くんです？月見野に行って例の兄弟分を殺した男を探すとか。ま、そうなるやろな。それじゃあ冴島さんとはまた近々会えるかもしれませんね。なんで、シャバで？だってほら、それって復讐しに行くってことでしょ。あ、また捕まるってことか。殺人罪でまたここに戻ってきちゃったりして。ここでか。おい、日村、縁起でもねえこと言うもんじゃねえぞ。そうですよ。冴島の兄貴がそんなことするわけないじゃないですか。する可能性はあるけどね。でもあの殺された人、冴島さんの親友なんでしょ。冴島さんの性格からして黙っておけるわけないんじゃないかと思って。お前デリカシーなしようか。あれ、怒っちゃいました。別にいいよ、そう思うんが普通やろ、ね、デリケートな問題だろ、兄弟死んだんだから。だけど俺は復讐はせえへん。俺自身は兄弟を殺した北方っちゅう男に直接恨みがあるわけやないんやからな。ほう。じゃあ何のためにそいつ探すんです？俺は知りたいだけなんや。兄弟を殺した男がどんなやつなんか直接お手話が聞きたい。そんなんで命かけんの？話してどうするんです？警察に突き出すとか。別に何もせえへんと思う。はあ？何ですかそれ。俺は聞きたいんや。この世で一番強いと思っとったあの兄弟がなんて言うて死んでいったんかもな。はあ。それが北方の口から聞ければそれでいい。なるほど。それで兄弟を殺した相手の恨みは消えるんすか？もしほんまに兄弟が殺されたんやったら、それは弱なった兄弟のせい、殺した奴のせいやない。人に命取られるようなやわな奴になってしもたんか、それか犯人がもっと強い奴やったんか、どっちかい。まあそれが極道か。なんか深いんだが浅いんだがよくわかんねえ。お前デリカシーなしようか。まだ俺は兄弟が死んだとは信じられへん。うん。せやからそれを確かめたい。それだけ。俺の勝ちや。あ、来たね。最後に2で革命って。2、4枚持ってたの。ローカルルールじゃそれなしなんすよ。引き強すぎだろ。ずるいね。つうか大富豪やってたのかよ。それじゃ。冴島さんと馬場ちゃんとこうしていられんのも残りわずかっちゅうことで、例のあれやってきますか。あ？ん？例のってあの妄想ゲームか？また？でもあれゲームっていうか日村さんの武勇伝だからな。どうです、冴島さん、いいでしょ今夜くらい。そうやね。そうなの？やるの？またおもろい妄想させてもらうかな。それじゃ行きますよ。マジか、やるのかよ。いやまあ最後の夜だからな、もう日村とも。